はい、ということでね、私はまだヨンドゥンポ駅に来ております。こちらがヨンドゥンポ駅ですね。エアポートはね、マクドナルドの前から出ますよって韓国語書いてて、これマックがあります。先ほど前乗らないって言ったんですけど、ちょうどいい時間にバスが来るみたいなので、やっぱヨンドゥンポから1本で行けるバスに乗ってみたいと思います。韓国バス初乗車でございますね。一応 T マネーカードと、現金で乗れるみたいなので待ちたいと思います。32分頃一応到着予定にはなっているものの、まあちょっとこのね渋滞ですし多少遅れてくるでしょう。時間には全然余裕があるのでね。で、ヨンドゥンポからインチョン空港まで1万7000ウォンって書いてありますね。約1700円。空港特急はいくらだったっけな。急行エクスプレスが900円ぐらいだったかな。ちょっと待って、記憶してないです。まあ1本で行けるっていうんだからね、いいでしょう。あとはバス初めて乗るっていうのもねありますし、アトラクション感覚です。ということで6007バス参りましたね。今ターミナル1聞かれて、はい、渡しました。いや、バス初めてですね。It's cash? Yeah, yeah, yeah. Okay. すげえ。スペシャルシー? Oh, thank you. Thank you so much. Oh, three seats. Fast for us. So you go to casino?Yes, casino. And you to go home today. And casino is close to the airport? Yes, close to the airport. If you don't like some... どこでね、席移動してまいりました。太陽が眩しいからこっちの方がいいよってことで、久しく、ビジネス、ビジネス様の方が教えていただきましたね。で、フットレスト付きですよ。ご利用ありがとうございます。走行中はシートベルトの装着をお願いいたします。あ、嬉しいですね、日本語は。ってことで今ドライバーの運転手さんがシートベルトをしてね、見てね、多分おそらくここから高速道路乗るからですね。It's me. Two baggage. Thanks so much. ということで優しい方でしたね。で、エチオピア航空乗るんですけど、またこれは別動画でしたね。まあ時間はバリバリあると思うので、でもあと1時間半後かな、2時間半後かにチェックインスタートかな。
ちょっと見てみましょう。